第21回イスラエル議会総選挙は2019年4月9日にイスラエルで行われたクネセト議員の総選挙である。野党のメレツとイエシュアティットは2018年3月12日にクネセトの解散を求める法案を提出したが否決されていた。一方で国防省のアビグドール・リーベルマンは内閣が成立を目指す調整党派の学生が イスラエル国防軍への兵役免除を許可する法案に反対しており政府内の対立が表面化していた2018年11月13日イスラエルとハマースなどパレスチナ諸派が停戦で合意翌11月14日にリーベルマンは国防省辞任を発表しイスラエル我が家のゲアを示唆した11月16日イスラエル我が家党首のナフタリ・ベネットは リーベルマンの国防省辞任に伴い、自身の閣僚辞任とイスラエル我が家の連立離脱を表明した。11月18日、ネタニヤフはベネットのゲア表明を受けて与党党首会談を行い、2019年11月に予定されていた総選挙の前倒し実施で合意した。早期の総選挙合意を受けてベネットはネタニヤフと会談し、政権崩壊を回避するため、 教育省辞任を撤回した。しかし2018年12月、ベンヤミン・ネタニヤフ首相が国会を解散することを決定し、そのために必要な法律が12月26日に賛成102票、反対2票で成立し、本来の任期より8ヶ月ほど前倒しとなる、翌2019年4月9日に総選挙を行うことが決定した。 2019年2月28日にイスラエル検察当局が総選挙後にネタニヤフを収賄などの容疑で起訴する方針を発表するなどネタニヤフ属する与党リクードは劣勢に立たされた総選挙1ヶ月前の世論調査でも中道連合青と白がリクードをリードする結果が出ていたこのためネタニヤフは将来のパレスチナ国家との共存を否定するなど余計化を強めた しかし3月25日、アメリカのドナルド・トランプ大統領は、ゴラン高原におけるイスラエルの主権を認め、ネタニヤフを事実上アシストした。出口調査で、与野党勢力は拮抗し、両者共に勝利宣言を行ったが、翌10日、右派連合で過半数を占める見通しとなり、青と白のベニーガンツ元軍参謀総長が敗北宣言を行った。 4月18日にルーベン・リブリン大統領がネタニヤフに組閣を要請したが、期限の5月29日までに、ウファ政党イスラエル我が家との連立政権交渉が妥結せず、ネタニヤフは国会の解散を決断。5月30日、国会は9月17日に再選挙を行う案を、賛成74、反対45で可決し、わずか4ヶ月で再選挙を行うこととなる。 ありがとうございます。